コートニー・ラッシュは、カナダの女子プロレスラー。マニトバ州、ストーンウォール出身。NCW フィメス・ファタレス、シマーを、主戦場に、北米のインディ団体を転戦。現在は、インパクトレスリングに参戦している。2008年1月30日、PTW でデビュー。2009年、26歳の誕生日に、初タイトルとなる。 GCWWILD 王座を獲得。2010年2月6日、PJ タイラーとして NCW デビュー。同年4月にはシマー初参戦。2011年、リングネームをコートニーラッシュとする。2012年初来日。2月22日の女子4ホープで大川由美とタッグを組み、中川智香ケリースケーター組と対戦。 2月25日、レーナ東部フレンドホール大会で、神林キが持つ、TLW 女子インターナショナル王座に挑むが、ストラングルホールドで敗れる。帰国後の3月に参戦したシマーでは、サラデルレート組シマータッグ王座をダッシュした。2016年1月より、インパクトレスリングに、ローズマリーとして参戦。10月9日、 ゲール・キムが返上したインパクトノックアウト王座をかけてジェイドと六角スティール刑事マッチで対戦勝利し体感を果たしたボブ女子世界王座ありがとうございます